京都府のドヤさんです。ありがとうございます。みぞちゃん、こんにちは。こんにちは。僕もギターやってるんですけど、学校行ってなかなか時間が取れないし、学校に行ってる時間がもったいないって思います。学校辞めてギターしたいと思ってるんですけど、やばいですか？はい、これはかなりやばいですね。確かにね、ギターとかやりたいと思ったりとか、ゾーンなんか特にこういう活動をしていると、学校との両立もあるし、東京の行き来もあるし、本当に学校に行かないで練習した方がいいんじゃないかなってね、思ったりとか、あと自分の好きなことやる時間もないし、学校辞めればできるかなって思う時はあるかもしれないけど、こう大人になった時にね、こう分かるんですね。こう行っててよかったっていうのが、みぞも今はよく分かりませんが、でも行ってて損することは絶対ないと思うし、自分のためにもなるしね、絶対行った方がいいと思うし、高校入ったばっかりの1年生とかはみんな辞めたいって思うことが結構多いらしいんですけど、その1年を乗り切ると2年3年と、まあ、楽しくやれるそうなので、これは先輩からのアドバイスでいただいたので、ぜひ頑張ってお互い頑張っていきましょう。どうや頑張るよ。はい、ということで次行きたいと思います。これで、あ、次はもうその大変は終わりますね。もうダッシュで今日は来ております。次はどうしようかな、恋愛編行こうかな、どうしようかな。じゃあ恋愛編行きたいと思います。北海道のコウキさんからです。ありがとうございます。みぞさん、こんにちは。こんにちは。今僕は悩みがあります。それは恋の悩みです。僕には彼女がいます。その彼女とは友達の紹介で知り合い、その彼女と今も付き合っています。でも最近僕は彼女のことを好きじゃないことに気づきました。そしてこの前会った時に別れようと言おうと思ったんですけど、傷つけてしまってと思って言えませんでした。こんな気持ちで彼女と付き合うなんてどうかなと思うんで、どうしたら彼女のことを傷つけずに別れられるんでしょうか、教えてください、ということで、コウキ、彼女はね、どっちにしろ別れるってことは傷つけることだし、でもなんかもう気持ちがないまま今付き合ってるのが、その方が彼女にとってはすごい失礼なことだし、すごい今かわいそうだし、きっとそういう気持ちの時って態度にも出ちゃうから、きっと彼女はすごい傷ついてると思うから、一日でも早くね、ちゃんと素直にね、傷つけるのは嫌だかもしれないけど、それはダメさ、ちゃんと伝えないと。そう、伝えてあげて、もうちょっと後期もね、嫌な思いするかもしれないけど、彼女ちゃんとスッキリ、一日でも早く、一秒でも早く気持ちを伝えてあげてほしいです。頑張れ、コキ。はい、次に行きたいと思います。愛知県のアボさんからです。ありがとうございます。元気ということで、元気です。みずほの嫌いな季節到来やね。みずほに恋の相談したいのさ。自分は女子から恋愛対象として見られないんだよ。みんな良い人って言ってるけど、いい人止まりなんだよ。みずほ的には男のどんな仕草や行動にドキッてしたりときめくの、ということですね。みぞほのね、好きなタイプはってこう聞かれたら、いつもおならがしても壊れない関係の人ってね、いつも言ってるんですけど、それは本当に一番思ってるんですね。こう、おならプッとしてすごい恥ずかしいって思う。そういうのはね、可愛いかもしれない。可愛い、なんか純粋な感じだけど、ダメなんですよ、みぞほ的には。それも笑って、もうおならもプッしないわけじゃないけど、別にね、壊れない関係の人が良くて、どんな行動や仕草にときめくのっていう。どうなんだろうな。みぞほは人を好きになるときは、顔とか性格とか、何なんだろう、一番に直感なんですよ。なんかその時の、なんかビビッと来たもので、本当に、あ、好きなんだと思って、そこから始まるんで、どうなんでしょうね。なんか、もう、共通点は今までの経験上ないんですが、まあ、なんか、個性的な人が好きかもしれないな。あ、自分の恋愛トークじゃないですね。そうじゃなくて、みんなに良い人と言われて、いい人止まりということですね。これは、そうですね。いい人って思われるのはいいけど、恋愛対象になかなか行かないっていうのは、みぞほのね、周りのおてこ友達でもいますね。すごい友達としてはいいやつなんですけど、恋愛としたらというと、やっぱり別なんですよね、それはね。だけど、みんなにいい人って思われるのは結構いいことだと思うし、それはそれでいいと思うけど、でも好きな人に対しては、あんまりなんか、やっぱり、いい人すぎると、やっぱり、友達に思っちゃうのかな、わかんない。でもそのままのアボでいいと思うけどね。いい人って思われてるなら、まあ、全然相談には乗れてないけど、でも、そのままの君でいてくれ。はい、次に行きたいと思います。結構喋ってきましたか？だーっと。たくさんみんなね、くれてね、ノンストップで喋ってるんだけどね。どうしようかな。じゃあね、
背中をポンって押してっていうのもね、たくさん来てるんだよね。だから、その中から一番面白かったのね。ごめんね、みんな。選ぶよ。いきます。福島県のリズオさんです。ありがとうございます。リズオさん、こんにちは、こんにちは。今日、うちの愛犬のロッキー、かっこオスが、お見合いしまして、子作りに挑戦することになりました。でも、相手のメス犬は気が強く、うちのロッキーはかなり押され気味、うまくいくか心配です。そこで、うちのロッキーの背中をポンと押してやってほしいのです。よろしくお願いします。ということで、ロッキー頑張れ！ね、メス犬に負けるなよ！行くぞ！ポン！よし、ロッキー頑張れ！よし、ということで、まあね、今回もガーッと喋ってきて、ね、はい、どこで一体自分でも息をしているのかわからない状態なんですが、ね、はい、ね、まあ、皆さんいつもメールくれるので本当に嬉しいです。ありがとうございます。最近ですね、いつからかわからないのですが、皆さんからもらってメールで締める、ね、コーナーになってきたんですがね、みぞのコーナーは。今回も面白いのが届きました。今回もこれで締めたいと思います。いきます。千葉県のやっちゃんです。顔が濃いやつは、だいたいケツアゴ。それでは、みぞでした。さよならー。